スマトラ島の高地山林に生える N ジャンバンと N リングヤラタこのウツボカズラ族の種一覧では食中植物であるウツボカズラ族の知られているすべての種の包括的な一覧である認識された170種の原存種2種のミキサイ3種の交雑種を含むまた3種の全滅種も含まれているそれぞれの種の IUCN による公式の保全状況は ゲットリスト最新版から取得した。IUCN の基準に基づいた非公式の保全状況も含まれるが、それらはイタリック体で記載した。特に断りのない限り、分類学上の決定及び他のすべての情報は、2009年に出版されたから供給されたスチュワート・マクファーソンのピッチャープランツ・オブ・ザ・オールド・ワールドによった。ピッチャープランツ・オブ・ザ・オールド・ワールドの掲載範囲外で、 ある生育分布の標高は他の最新の文献によったためデータの不一致があることを注意する。それぞれの種の地理的範囲にある全ての主要な島が含まれている。それより小さな周辺の島々については網羅されていないが別途少数の島々として挙げている。フィリピンのような群島の場合自生している個々の島については括弧内に示した。命名者は インターナショナルプラントネームズインデックスで指定された、略語で示した。年号は、規約に沿った正式な手続きで命名された都市であるが、ベイナニムが存在する場合、ベイナニムが命名された都市とした。次のミキ載イ種は、書籍、ピーチャープランツオブザオールドワールドと、その補足書で2011年出版の、ニューネペンテス、ボリューム1から引用した。マッシュジェブ・とマーチン・チークは、 ウツボカズラ類の研究論文ニッペンタッチにて3種の交雑種を認証した。最新の文献によると、それらのタクサは一般に種とより、むしろ自然交配として扱っている。3種のうちエヌカイナバルアンシスは、種として扱うべきとの主張が、最も高いが、それらの二大生育地では、親種と推測されている種に依存している。それらの生育地では、何世代にもわたって、 同じ特徴を示している。ジャンとハジアダンとシーシー・ウィルコックは、1998年発表の記事にて、エヌカイナバルアンシスは種として認識するよう提唱した。世界の各地から採取された花粉の化石のうち、その多くはホームたくさんであるドロースライド一イ族に分類されて、いたが、いくつかの著者によって、ウツボカズラ族に暫定的に割り当てられた。 以下の3種は1985年ウィルフリード・クラッツ・スチによってウツボカズラ族に移したドロースライドイツ・メジャーとドロースライドイツ・パルバスはニペンサイドイツ・レイトリン・ジェウェンシスのシノニムと考える著者もいる南インド用にあるフランス領南方南極地域のケルゲレン諸島から採取された花粉の化石はもともとドロースライドイツ・スプノーザスと命名されたが ウツボカズラ族の植物であると解釈する文献もある。ありがとうございます。